うまく説明できないけど、何かがおかしい気がする。何もかもがおかしいんだよ今。ガシ、よくぞ戻ってきた。おいけやくけクリスクラシクリケやくけ、なーにこれ。なんだこれ。なんだ、読み取れない、全然読み取れない。なんか待ってくれ、俺が話すからみたいな、そんな感じかな。なんか森から帰ってきて、なんだ帰ってきたからこいつやべえよやべえよみたいな言ってて、お父さんが弁明しようとしていて、何の話をしてるのよくわからない。殺されそう、やばい。もう森から戻ってきたら呪いとかそういうものを持ってきちゃってるってことなのかな。うわー、だからここで処分しなきゃとかそういう系。森に行って初めて戻ってきた人間か。パパンヌ、ごめんなさい。パパの言った通りだった、あの森は。どこ行くの。バターン。自宅謹慎。なんでみんな怒ってたの。パパ何も話してくれなかったし、黙ったまま出て行っちゃった。森の中はおかしいことだらけだったけど、町までおかしくなっちゃったみたいで怖いよ。おかしくなったのか、それとも元々だったのが見えるようになったのか。どうして、何かあったのかな。ううん、大丈夫、何も怖くない。だって帰ってきたんだもん。ただいま、でも見える感じが全然違うよね。こんにちはトランクさん。今は眠たくない。森も町もどっちも怖い。一番怖いのは人だよ。森のうなり声が聞こえなくなればいいのに。花が枯れたからパパが捨てちゃったんだね。いいバラ。森で見たのと同じいばらだ。どうして、なんで私の家に生えてるの。ドアがほとんど覆われてる。あれかな、やっぱり見えないものが見えるようになっちゃったとか。歌えるかな。歌えないか。あ、いける？この歌おうとしてるフィールドがいつもと違うから。ああ、そしてこれも嫌い、これも嫌い。やばいゾーンだらけだもんな。これを当てはめないように。お家だけを行かせたいから。これな、外しちゃうとリセットされちゃうっていうのがね、やだ。それだったらね、一個ずつ少しずつこう回していってつながるようなところを探してっていうのができるんだけど、ある意味最初からの時点でつながるような向きで回しにかからなければいけない。いつもね、このパズル終わった後は、あーやっと終わったーって、もうやりたくないってなる。やったー、いばらが消えたー。このゲームおおむね好きだけど、このミニゲームだけ嫌いなんだよな、ほんと。パパ、それからママのクローゼット、ママの服がまだ入ってる。そりゃまだ入ってるだろう。パパの本だ。ママが私に歌を教えてくれる間、くれてる間、パパはいつもここで本読んでた。パパ頭はいいと思うけど、パパにとっては他の人の考えの方が大事みたい。悟ってる、悟り世代。パパとママのベッドのところになんかそういう用具が置いてあったりとかしないか。お、ぼやってる。こっちのパズルはまだ出始めだからそんなに難しくないでしょう。で、
割とあっという間に終わった。この引き出し開けたことないな。まあ親の家族のとはいえね、親の勝手に開けちゃダメだと思うよ。開かない。鍵がかかってる。勝手にパパのものを詮索するのは良くないけど、何か大事なものが入ってる。そんな予感がする。開けちゃえ開けちゃえ。鍵ゲットしてくればいいのかな。まだ下にパパンのいるかな。あやいばらだ。あ、この箱の中に、ここにもいばらが。オルゴールが完全に追われてる。取り除かないと。で、こいばらというかさっきと同じかな。このパズルやだな。またもうやんなきゃいけないのか。だからこれさ、できたし、何これ。消えた。何も考えずにクリアできた。やった。鍵がかかってる。でこれも鍵がかかってるね。グラスがいっぱい。お客さんが来てたのかな。スクインっているかな。あれ、あ、入れた。うわ、危ない。ガラスの破片が散らばってる。ステッカー、サラミ、大きいチーズ、錆びた釜。その釜で何をぶった切る。なんもないかい。幸運のお守り。スクインティーお家にはいない。でこの足跡っぽいの何だい。で外には多分出られないだろうから、暖炉に灰が溜まってる。一晩中火をつけてたみたい。ちょっと大きすぎるけど便利な道具。キッチンがぐちゃぐちゃ。やっぱ男で一つだと。なんかやっちゃう。え、なんで鍵がかかってんの？パパ。外から鍵。あれかね、なんか、つっかえ棒とかそういう系かな。ここでじっとしてられないよ。今、いろんなことが起きてるんだもん。その理由を確かめないと。どうにかしてここから出ないと。私が猫だったらここを通って出られたのに。もう少し幅が広かったらな。ちょっと怖そう。怪物防止用の窓だ。ガラスを割ればここから出られる。出られるか。でもそうするのは良くないかも。パパはただでさえ怒ってる。泥棒みたいに道具を使ってここから出ないと。ヒカキ棒ならそれにぴったりだね。割る？ヒカキ棒で、とりあえず暖炉の中は調べられない。お、パパ怒るだろうけど、でも、どの道修理が必要だったんだもん。もう少し壊したって別にいいよね。またルーシーの悪いところが出たぞ。え、いや、ベキ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 。パパが気づきませんように。気づくでしょう。ルーシーの写真が。どうして冗談のつもりなの。それなら全然面白くないよ。ペリ。剥がした。パパドアの鍵をかけていってる。一応中にはまた戻れるね。鍵のかかってたあれもあるし。うん、お、エンジン。子供たちの声か。ああ、びっくりした。いた。一体何がかな。わからない。なんでみんなひそひそ話してるの。もうどうなってるの。なぜ会話ができなくなってるのか。ルーシーがなんか変異してしまったのかな。やっぱ水は出ない。一瞬の活躍。
誰か話の通じる人はいないのか。水が出ない。ああ下に。かお前ああ読めない。長いとわからないよ。父上にお前に怪物の、ああ止まれなのかな。お前なんとなく言いたいことは伝わるけどもちゃんと解読できないな。あ塞がってる。急いで修理された。うまく説明できないけど何かがおかしい気がする。何もかもがおかしいんだよ今。歌えばなんとかなるか。ダメだ。あーロック。おぼやってるぼやってる。ピッカピカ。これってもしかして廃校の入り口？ん？看板がすごくボロボロ。ボドボドだ。こんなの前からあったっけ？郵便受けだ。古いポストだ。この形のものはもう作られてないんだよね。手紙が入ってる。これは私宛て？手紙を手に入れた。やったー。空っぽのポスト、表札の字が薄れてるけど、なんとか名前は読めそう。アンジェラ先生だって、秋かな。あいつにも歌通じるかな。おっと、ワープポイントが3種類。でこっからニョキッと出て、これこっちに戻って、あ、いけた。ぬいぬい。ルーシー、森に入ったって聞いたけど。まだ若干聞き取れねえ。迷っちゃったの。すごく濃い霧が出て、もう訳が分からなくて。本当は行きたくなかったけど、一瞬聞き覚えのある声がして、もしかしたらって思ったの。でもみんなどうしちゃったの。私帰ってこれたし全然平気だよ。なのになんでみんな怒ってるの。なんでって、みんなが怒ってる理由は、違う違う、そうじゃない。マーチンさんが歌い出しちゃう。違う、そういう意味じゃない。うまく説明できないけど何かおかしいの。みんななんだか変だよ。文字がすごく、あの文字感がすっごい狭まってる。この街にコッコにいてもなんだか不安なの。以前にもあったな、こんなこと。え、全く同じリアクションしちゃった。え、ルーシー、お前消えたくないよな。お前消えるのか。モロチン消えたくないよ。ルカがいなくなる前、あいつなんだか戸惑っててそわそわしてたんだ。今のルーシーみたいに。ブルー、私怖いけどそう簡単にあの怪物たちに連れてかれる気はないよ。私奴らと戦うよ。そんなことしなくてもさ、このことは全部忘れて家にこもってればいいだろう。ごもっともです。広場にお前の張り紙があったんだ。張り紙を貼られた人はみんないなくなるでしょ。どうせみんないなくなる。私はまだここにいるし、いなくなるつもりもないよ。心配しないで。うん、もう行かねえと。ここにいるのを見られたら俺も外出禁止になっちまう。うん、ルーシー、怪物には気をつけろ。うん、気をつけるよ。 Thank you。
読み取れるけど読みづらい。ほんと何なんだこの状況は。